鶴巻温泉治療院の溝口です。食品の中に含まれる発汗性物質の対処法です。現在、食品の保存や流通の面で、食品添加物は欠かすことができなくなっています。その食品添加物には、発汗性、アレルギー性など、健康を脅かす物質が含まれ、細胞の中の遺伝子に作用してがん化する、 イニシエーターやプロモーターが多数あることが分かってきました。食品に色をつけるター,タール色素着色料、ハム、ソーセージ、タラコ、イクラの変色防止と保存に使う発色剤として、アショ酸ナトリウム、イニュー柑橘類の防カビ剤など、多くの食品添加物があります。私たちは、 食品とともに添加物を毎日必ず摂取しています完全に逃れることは難しいかもしれませんがこの添加物そのものを減らす方法はありますハムウインナーなどは湯通しをする麺類はゆでこぼしをする漬物の場合は汁に添加物が溶け出しているので捨てるパンはトーストすると 収素酸カリウムが分解される。また、添加物の毒を減らす方法としては、ビタミン C、E を努めて摂取することで、食品添加物の化学物質による発汗性を抑えることができます。しかし、最も簡単な方法は、よく噛むことです。よく噛むことで、唾液に含まれるパロチンが発汗性物質に作用して、 その突然変異能力を激減されることが報告されています。